なんか毎年ワクワクさせてくれるのがスティーズだなと思うので、ルアーに対するその使えるリールのバリエーションっていうのがすごく増えたのは、ここ最近の釣りにすごくこう合致してると思うし、なんかこのポットにこのリールとかそういう組み合わせでも楽しめると思うんですよ。初速速さ、ある意味またちょっとベイトフィネスの世界を変えていくだろうなっていうふうには思いました。まあ、必ず何か新しい釣りができた時にはそれに追従するリールがスティーズだと思うし、すごく楽しみですね、僕自身は。